6月5日光秀は安土城に入った。面を上げよ。これは殿、これは信長が名物狩りで集めた品々だ。みんなに分け与える。どことでございますか。これらの品は城が一つ買えるほどの値打ちがありますが。よいのだ。信長を思わせるものは全て分け与える。税を尽くしたこの城もいずれこの手で燃やさねばならぬ。6月5日、光秀は宿願の安土城入りを果たし、家臣たちの労をねぎらって信長の残した財宝を分かち与えた。利光はそういう光秀にふと不安を覚えていた。伝言。はっ。そなたもようわしについてきてくれた。そなたにはこれを。信長自慢の天下の一品、そなたの功に報いるにふさわしかろう。ありがたき幸せに存じまする。藤田伝言、長く家宝とさせていただきます。利光。はあ。利康、利宗も近う。はあ。はあ。そなたたちは親子ともどもわしを助けてくれた。今日安土へ入れたのもそなたたち格別の尽力の賜物じゃ。利光には好きなものを取らせる。安土城は宝の山よ。何なりと言うてみ。利光、辞退させていただきまする。せっかくのお殿のご厚情にはございますが、今はまだ褒美をいただく時ではございません。利光殿、安土へ入られるのは名実ともに父上が天下人になられた証じゃ。それを言おうてくださるのではないか。お断りなされるとは了解じゃ。殿はいまだ山城近江美濃を抑えられただけ。天下を治められるはこれから。秀吉の討伐、諸大名の勧誘、道は遠く、苦難も控えておりましょう。それを思うと利光、褒賞を頂戴する気持ちになどなれません。いずれ喜んでいただく時も参りましょう。それまで利光殿へお預け申しておきます。利光殿。よいよい。利光の言うことももっともじゃ。利光、利康、利宗の褒賞は預かりおこう。利光が一国にはわしもかなわぬ。じゃが安土入城はわしの一つのけじめじゃ。利光に分かってもらえぬのは残念よの。殿。下がって。正兵衛。その後はどうじゃ。褒賞を頂戴するなど過ぎたることにございますが、殿のめでたい安土ご入城の祝いにあやからせていただくは身に余る幸せに存じまする。ならばそなたにはこの太刀、信長所蔵の中でも他に並ぶものなき名刀じゃ。かたじけの頂戴つかまつりまする。
この日光秀は満ち足りていた。前途に何の不安もなかった。殿、今日より急ぎの使者が参りました。今日、やはり何かあったか。こちらだ。こまやか高竹様でございますか。いかにも。明智比叡山の神様からの所蔵でございます。明智、信長を撃っただと。徳川様は白子の浜より無事三河にお帰りになられましたとか。いや、まことに運強いお方にござりまする。いや、なれどすべて納屋殿がおかげ、まあ、この通り茶屋からもお礼申し上げます。まあまあ手をお上げなされ。それよりこの堺ではの、はい、御の座教じゃが、将来のため次の天下は誰に取らせたらよいか、援護衆の間で入れ札をやりましての。次の天下。では読み上げます。明智光秀5票、羽柴秀吉5票、織田信雄3票、同三法師2、同信孝2、細川藤孝2、高山右近に、千宗益に。お待ちくだされ。すると徳川様は一票ずつの後の6人の中のお一人にござります。茶屋殿、これはの決して堺ばかりでなく国中の民の声が隠されていると判断なさい。したが信長公を倒した明智光秀を天下人と見るはともかく、羽柴殿がこれと同じ票を取られた理由は。そこじゃよ。こたびの中国攻めで一番大きな勝因を作ったのは、この堺の衆が筑前が攻め入る前に必ず米の買い占めをやったこと。それも中国ばかりではなく、毛利の手の渡りそうなところは九州、四国も山陰も。秀吉というのはよほど不思議な魅力を持っておるらしい。彼に頼まれた者は皆彼の味方になって働いておる。それゆえ浜松の方にこれを土産になさるがよい。流れに逆らうは溺れるの理じゃ。この堺は羽柴秀吉を次の天下人として推すこと。お呼びでしょうか。官兵衛、これを見よう。上様、信忠様は生きておられる。無事に切り抜けて今は再起を伺っておられる。どうじゃ、もっともらしいであろう。この偽文を挙州に迷っておる各市の武将に送るんじゃ。兵は軌道なりでございますが。戦は騙し合いじゃの、勘弁。殿。うん。それがしは毛利との最後の仕上げに行ってまいります。人質を交わすのじゃな。はい。毛利が追手を出さぬことを確かめねばなりませぬ。しんがりは
我ら黒田が務めまする。やってくれるか。はっ。亀よ、死ぬな。はっ。父上、父上は明智が天下を信じておられますのか。確かなのは信長が死んで再び群雄割拠の世になったということじゃ。光秀だけではない。真に力のある天狗に恵まれた者が天下を握る。このは一つ夢ではない。父上、光秀はいいことをしてくれた。まず美濃一国をこの手で切り取る。美濃は日本の真ん中じゃ。美濃を治める者が天下を取るのよ。父上の仰せの通りじゃ。信長なくば誰にはばかることがありましょう。まこと好機にござりまするな。光秀なんぞ物の数ではないわ。重道、定道、そなたたち兄弟、心と力をいつにしてこの稲葉の家を起こすときぞ。ええな。はあ、ただ利光はお椀の向こう、それだけが心にかかりまするが。ああ、お椀も因果な男に嫁いだものよの。出来丸もおふくもあのような父親を持ったのでは不憫じゃ。父上、何上、血縁に心を残されては天下をお取りにはなれませぬぞ。小早川元房様、桂広重様、確かにお預かりです。これにて我らは兵を引きまする。つきましては毛利の旗を20歩ほどお貸し願いたい。何のためだ。毛利が織田に味方すると明智に思わせるためか。分かったな官兵衛。よもや明智光秀に織田殿が討たれておったとはな。いやはや、なんたること。何戯れを仰せか。ここは戦場でござる。味方の利とならぬことを口にしなかったまで。小早川様とそれがしと同じ身となれば同じようにされたはず。お主らは京へ向かうのであろう。それを我らが追い打ちすれば明智との挟み撃ちになる。さすがの橋場勢も身体極まるであろうな。追い打ちをなさるというのであればなさればよい。わからんか。今最も天下に近いのは羽柴秀吉様。必ずや天下をお取りいただく。今ここで事を構え遺恨を残すか、それとも恩を売り共に乱世を終わらせるか。毛利の行く末を選ぶはあなた様でござる。勘兵衛、わしを試すか。毛利は天下を望んではならぬ。
それが亡き父元成の行くんだ。元より我らには半島を広げる野心はない。羽柴殿と和議を結び本領が安堵された今、大義なき者につき世を乱すことは毛利にとって何の利もない。では行け。一日も早く明智を討て。わしはお主にかける。小早川様、この恩忘れませぬ。勘兵衛、旗を持っていけ。それから引き際には堤の席を切って我らが追えぬように行く手を阻んでおけ。殿、黒田官兵衛、信長の死から幾日も経たぬうちに全ての流れを羽柴に乗せ替えおった。見事なものでございまするな。これが実人新道よりごかしの錦の反物でござるか。金利御所守護の勅命を受けたまわった。ご執着に存じまする。殿の行いが朝廷に認められ申した。殿は天下人でござりまするぞ。その女々しさがいずれお前の命取りになりまする。鬼はきっと誰かに退治される。天下を親方様が座っておられた。鬼はすでにこの世にはなく、天下人は殿のほかござりませぬぞ。分かっておる。殿、筒井純慶殿のご家来衆長谷さんでござりまする。筒井殿のご家来衆か。どこにおる。殿、細川藤孝殿、忠興殿、元取りを切り親方様をお痛みいたすと申し、我らへの暴力を拒絶なされたとのことにござります。秀吉の長浜城に続き、丹羽長秀の沢山城も落ちました。京や近江周辺はすっかり我らに従いました。殿、細川藤孝様より書状が届きました。うん、待っておったぞ。は、細川様は父上のご親戚、お付き合いも古い。必ずお味方してくれましょう。細川様はなんと剃髪をいたし、名を雄斎と改めたと信長に弔意を示すためだそうだ。家督も息子の忠興に譲ったと。なんと当てにしていたというに。藤孝は弱気になっておるのだ。考え直させる。しかしいかにして。朝廷よりお墨付きをいただくのだ。朝廷が我らをお認めくだされば皆従う。幽谷
清水宗春の首実験が終わった。あとは和議の制止を交わし、一刻も早く高松を離れなければならない。浮世は今こそ渡れ者の不能、名を高松の苔に残して、誠胸に迫る知性じゃ。五カ国の割譲と申したが、山陰は放棄の矢橋川、山陽は備中の川辺を持ち栄えていたぞ。備後は毛利のままでよいと申されるか。いかにも。それはまことに寛大なお言葉。しかし何故でござる。備後は清水宗春殿のお命に代えお返しいたす。さようか。将軍様、足利義明公が下級のご用件にてお越しになられました。義明公が？はっ。お待ちくださいませ。お待ちくださいませ。どけ。秀吉。失礼。さる毛利に恩子を受けるあなた様が何用にて友の浦より羽柴殿の陣にお越しになられました。秀吉に京へ連れて行ってもらおうと思っての。京都は京の都じゃ。五山の緑も美しく、川の流れも還元の音に似て涼しげであろう。たとえ信長に斬られようとも、この義明、都の風の顔を嗅ぎ、みやびな都人の声を聞き、死にとうなった。まことにござるか。もしや今日にて、織田信長公に何かの異変ではござらぬか。あなた様の発したご内緒は功を奏し、誰ぞが謀反いたし、信長公が討たれたのでござろう。安国寺、そのように嬉しきことでもあるのか。あな親方様を殺すとまたもやられてましたか。しかし将軍様じゃ。哀れなる流浪の人なるぞ。下がれ。暗黒した。もしや親方様がお亡くなりになられたとあれば、毛利はいかがいたすご所存か。清水宗春殿のお命を無意にいたし、高松城にこもる五千の兵と五百の罪なき民百姓の命を無にいたし、この秀吉と戦うおつもりか。もしや親方様のお命なく毛利は天下を取りに参られるか。そのためには毛利を信じ命を懸けた高松城の皆々様のお命、捨てるご所存か。
ことに。羽柴殿はさりとてはの者にて候。羽木相整い、まことに終着至極にござりまする。この度は信長が滅ぼされたからには、いや違う間違いです、うん、こたびは信長を討ち果たした、うん、こたびは信長を討ち果たした、そう書け。討ち果たした、うん。光秀は我が家臣であった男、その光秀がやったということはわしがやったも同然じゃ。さすが上様、そこまで考えが及びませなんだ。そうであろう。よいか、こたびは信長を討ち果たした、ひいては速やかに由緒正しき世の上洛を助けよ、そう書いて小早川高影に送れ。はっ。いよいよ新しき時代の始まりじゃ。わしの高貴な、わしの出番じゃ。信長が死んだ、信長が死んだ。信長が死んだぞ。筆と鈴を持て、光秀に文を書く。光秀はよう見捨ててはおらんなんだ。光秀ようやったー。望むがままの官職に請求してやろう。信長め竹に皆の者、外してくれ。これは誠か。親方様は本能寺にて討ち死になされた。足利義昭、鬼神和田信長が討ち取ったり。ご無礼をお許しくだされ。
だけが死んだかの。まさかとは思ったが、一時は父と呼び心を通わせ、信長が死んだかの。どこへなりとも立ち去られるがよろしかろう。あなた様は親方様の仇なれど、先の十五代将軍足利義昭様にございますれば、左心の百姓大名の羽柴筑前といえど、手にかけるわけにはまいらず、ただ殴るが関の山にございました。軍勢三国峠より引き上げを始めております。さらに森長吉勢も同様。なんじゃ、潮が引くように織田方が引いていくではないか。何が何だか訳がわからん。あの明智光秀のことづてはやはり味方をせよということでは。殿、明智光秀は謀反を起こしたのではないでしょうか。春日山に本能寺の変が知らされたのはそれから間もなくのことでございました。信長を討った明智光秀は同盟を求める書状を上杉をはじめ諸将に送り届けていたのでございます。越後の国春日山、かつて武田信玄と死闘を繰り広げた上杉謙信の居城である。しかしその謙信もすでにこの世の人ではない。謙信の後を継いだ新たな主のもとに、天正十年6月5日深夜、明智光秀よりの書状が届いた。兼続は、明智が信長を殺し、わしに加賀越中のとに兵を出すように頼んできたぞ。全軍をもってまず魚津にご出陣なされますよう。そういたそうか。景勝はやがて利家や家康と並び豊臣家五大老の一人となるが、この頃は織田との血で血を洗う争いを繰り広げていた。堀久太郎様はじめ親方様より使わされし皆々様に申し上げる。去る6月2日親方様は本能寺にて明智光秀の謀反によりお亡くなりになられた。我らはこれより秀勝様と共にひた走りに走り、一刻も早く京に入り逆進明智光秀を討たねばならん。明智は今味方を募っとるじゃろう。細川藤孝、筒井純慶、高山右近、中川瀬病衛、明智の旗のもとに集まることは必定。明智は名うての戦上手。時が経てば経つほど明智の勢力は増えるである。その前に逆進明智光秀を討たねばならん。じゃによってこれより大返しをいたす。鎧、兵糧、武具、鉄砲、弾薬は二段にて先駆けをいたした。
恩み一つにて賭けにかけそうなえ。炭の席を切らせ、水を流し泥谷に出し、毛利が追えぬように出せ。もう手は打ってござる。そうか。しゃっ。しゃっ。走るかな。の中国大返しが始まったのでござります。これがまさしく我が子秀吉の天下への道でございました。